遊びは学びだと日々成長している子どもたちに、今何が必要か、何が大切かを五感を通した遊びの中で学び、生きる力を身につけています。園庭には14種類の樹木があります。それぞれの果樹がクラスの名前になっています。実ができたら子どもたちと一緒に実を取って成長も楽しみながら味わいます。